アイドル日報をご覧の皆様、こんにちは、佐藤ひなです。今私は DVD の撮影で伊豆に来ています。はい、今回の撮影の、思い出は、私は初めて伊豆に来たんですけど、海とかを見れてとても嬉しいです。おすすめのシーンはですね、私3歳から新体操を15年間していまして、それをにフューチャーしてリボンとかを使って撮影したりだとか、大学生っていうことで袴を着た撮影とかがあって、その私のなんていうんですか、特徴が前面に出されたDVD となっているので、ぜひ楽しみに待っててください。それでは以上、佐藤ひなでした。撮影中一番楽しかったことは、プールに入れたことです。で、プールサイドでリボンを振り回すっていうのがなんかちょっと不思議な感覚で、すごく面白かったです。撮影中一番大変だったことは、セリフがあるんですけど、本当にセリフをもう言えなさすぎて大変でした。今回の作品の見どころは、新体操をやったりだとか、袴を着たり、大学生なので袴を着たりとか、私のそのなんていうんですか、やってきたこととか、今大学生なことが存分に生かされたシーンがたくさんあるっていうのと、たくさんのいろんなビーチとか和室とか、いろんなシチュエーションで撮っていただいたので、そこを楽しみにしていただけたらなと思います。ファースト DVD で意識したことは、伊豆旅行ということで、こう見ていただく方に、ぜひ彼氏目線というか、そういう目線で楽しんでいただけるように、距離感とかを意識して撮影に臨みました。朝起きたら一番最初にすることは、ツイッターをチェックすることです。はい、あさり、もうなんかあさりまくります。私のタイムラインをとか、いろいろリプ編したりとかをします。はい、私の口癖は富山弁でなんっていう言葉があるんですけど、否定するときにそのなんって言いまくりますので、はい、考え事とか、なんか勉強集中してる時とかにめっちゃ耳を触ってしまいます。耳がめっちゃ柔らかくて埋まるんですけど、こんな感じで耳を触りまくってしまいます。私は富山県出身なんですけど、こう都会に来て通じない方言があって、それがくすぐったいって言うと思うんですけど、それをこちょがしいって富山弁で言うんですけど、それが全然通じないのがあります。はい、今所属しているシャーリーっていうグループに所属しているんですけど、このグループの魅力は7人グループなんですけど、私を含めて7人ともすごい個性的なメンバーが揃ってて、なんかラップがすごいできる子とか、ダンスがすごい踊れる子とか、そういうなんか個性的な手段で、なんか全員がいろんなところで活躍できるっていうのが魅力かなと思います。シャーリーのおすすめの曲はアンサーソングなんですけど、ボーカルとプロデューサーの一郎くんさんが作ってくださった曲で、私たちのデビュー曲にもなっている、ちょっとなんか思い入れの強い曲で、ぜひ配信されていますので、聴いていただけたらと思います。今後の目標は、こうやって撮影とかグラビアのお仕事を今させていただく機会があるんですけども、もっともっとちょっと欲を言って雑誌になれるように頑張りたいなと思います。はい、皆さん、佐藤ひなです。これからぜひ今元々知ってくださっている方も、今私のことを知ってくださったって方も、これからもっともっと頑張るので、応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。